皆さんこんにちは2022年卓研士合格の取説解説講義第7回講義を始めたいと思います担当はレック専任コースの友次ですどうぞよろしくお願いしますはい、えー、それではですね今回は、えー、こちらですねはい、えー、こちら共有でございますはい、えー、第12コースの共有のところを見ていきたいと思います さあ、えー、テキストで言います。と148ページのところになります。はい。さあ、えー、共有って何ですかっていうお話なんですけれども、まず、はい、148ページこちらから参りましょう。共有とは。 1> 1つのものもを複数人でで所有すすることですね、えー、例えばどういうことですかって言いますとこれ例載ってますけれどもはい ABC の3人がじゃあ例えば500万円ずつねお金を出してじゃあ1,500万円の車を買いましたって言ったらばじゃあこの車は誰のものになるんですかって言ったら A のものでもあり B のものでもあり C のものでもあるというこのお車は3人のものだってことになりますよね。このようにはい 1、えー、一つのもの、まあ、ここだったら車これを複数人ここだったら ABC3 人で所有をしていますということになりますのではい、えー、これはそうこの車は A と B と C の共有であるというふうになってくるわけなんです。このように 一つのものもを複数人で所有するこれが共有ということになるんですけれどもまず共有のお勉強をするために最低限押さえといていただきたいこととしてですね上に攻略メモのところがありましてここにこう書いておきました。ははい共有は シェアハウスの考え方で考えないことがポイントになります。そう、あの一つのものを複数人でっていう風になったら、あ,あ、シェアハウスみたいなもんかっていう風に思っちゃう人結構いるんですけども。 あのシェアハウスのことを頭の中に置いて、えー、この共有の話を、うん、聞いてると、うん、多分混乱します、えー、ですので、あのー、シェアハウスの例は頭の中から消しておいてくださいはい、えー、これでちょっと説明ね、えー、聞いていくと多分頭の中で、えー、混乱が始まると思います、はいえー、ですのでまあちょっとねこういう車の例とかそういう感じのところで押さえておいてくださいで、えー、見てください行きますよ 共有物の全部について持ち分に応じた使用や収益をすることができますという風うにありますよねそうつまり A もこの車全部使えるし B もこの車全部使えるし C もこの車全部使えるんですよそう A も B も C もこの車全部使えますそりゃそうですよね だって車の一部が使えなくなったらそれはだってもう車として機能しなくなる場合だってあるじゃないですか例えばでしょ映画ですよ、えーね「ドライブに行きます」って友達連れてドライブにね、えー、言っていたらでしょ「えー、ちょっと前に人がいる危ないよ」って「ちょっとブレーキかけた方がいいよ」って言った時に、ね、A さんも「あーごめんちょっとブレーキ B さんのものなんだよね」とか言っ,て言ったら、ねえー、それは大変なことになりますからね。ということでそれはあのその車全部 A さんは使えるはずじゃないですか。ということになりますので A さんも この車全部使える。B ささんんももここのの車車全全部部使使ええまますす C ということになります。じゃあ、えー、全部使えるはいいけど持ち分に応じた使用や収益持ち分に応じてって何ですかって言ったらば例えばそれはね、えー、この毎3分の1が使えるとかそういうことではなくてこの車を 1>, 1年間のうちで4ヶ月こいつが使える。4ヶ月こいつが使える。4ヶ月こいつが使えるというふうにはいまあ、そんな感じで分けていくのが、まあ持ち分に応じた仕様ってことですね。はいえー、持ち分に応じた仕様というのは、まあ、この4ヶ月、4ヶ月4ヶ月使えます。よっていうそういうお話です。はい、えー、そしてその下です。共有者の1人が占有している場合。 他の共有者は当然には明け渡し請求することができません。これ何がって言ったら、例えば A が車を使っている時に、例えば B や C がね、ね私たちが使うからその車返してとか言って、それは言えません。はい、えー。まあ使う権利のある人が使っているわけですからね、A だって使う権利がある以上、えー、それを言うことはなかなか難しいよねということになります。 でまあ後でやりますけど例えばこれが、ね、全く知らないね、えー、D さんとかいう何の権利もない人が使ってるんだったら話は別ですよ、えー、それはあなた使う権利ないんだから吐いといてっていうふうに言えますけれども今回 A は、えー、持ち分を持っている、えー、ちゃんとねした、えー、持ち主なわけです、えー、ですのではい、えー、こちらに関して共有者の1人が占有してるよっていう場合には他の共有者は、えー、当然には明け渡し請求ができないというところは押さえておいてください、はい、それでは149ページまいります では次は持ち分というお話ですね。えー、持ち分については特に決めていない限り平等であるというふうに推定されます。決めていたらその割合になるんですけども、えー、決めていない場合には平等。つまり先ほどの例で言うならば、ABC が3人でこの1500万円の車を持ってましたって言ったときに、はい、えー、A も B も C も持ち分は3分の1ずつになりますよ。えー、こういうお話になっていきます。で、 共有者の一人が相続人なくして死亡した場合、もしくは持ち分を放棄した場合というふうにあります。まあ共あのー、共有者の一人がね、えー、亡くなりましたって言ったときに、まあ、相続人がいるようなそう相続人のものになるでしょうけども、相続人がいませんでしたと、えー、いうふうになりました。もしくは、えー、持ち分を放棄しましたって言ったら、こうじゃあ例えば C がそういう状況になったらどうなりますかって言ったらこれは A、B、2人のものもってことになります。そうすると持ち分が今までは1 3分の13分の1だったものが、はい、C が持ち分を放棄することによって A と B は2分の1ずつ持ちますということになりますこういう流れになっていくっていうところも押さえておいてくださいはいそして共有者が事故の持ち分を処分するこれは単独ですることができますつまり C が、ね いやもうね、えー、自分の持ち分売りたいよっていうふうに思ったらばそれはご自由にどうぞという話です。えー、別に AB に了解取る必要はありませんということになっていきます。はい。 えー、これ何でですかって言ったらばまあやっぱそうしないと不都合が出てくることがあるからですよ。えー、どういうことですかって言ったらばまあこういう例えば車とかだったらね、えー、あの ABC がね、えー、まあ、例えば ABD に変わりますって言った時にね、えー、まああのーん別にいちいちねえね、ー んんて言うんですか誰かに了解取らずに単独でできるとは言ってもですよまあ一応筋を通してね,ね今度売るからぐらいのところは言うかもしれないですけどもね例えばその共有って、ね、こういう車の共有とかだけじゃなくて例えばそのマンションのね,ねえー、ね うんところでで結構共有って使うわけですよでマンションとかで結構共有の話を使うんですけどももしね例えばじゃあそのマンションに、ね、住んでいた人が「じゃあ引っ越しをします」っていうふうに言った時に、ねね、その持ち分だって誰かに売るってことになりますよね当然のことならそうした時にね一軒一軒ピンポーンって回って「すいません今回ね引っ越すことになりましたらここのあのね了承のところにサインお願いします」って全部屋に聞きます 現実的じゃないですよね、えー、特にタワーマンソンとかだったらもうね地獄みたいな感じになるじゃないですかまだあるまだあるみたいなね、えー、ことになりますのでまあそれはやっぱりね、えー、現実的じゃないでしょうということにもなりますのでねはいですのでこちら、えー、共有者が事故の持ち分を処分するこれは単独ですることができますつまり C が持ち分を処分します別に AB の承諾なんかいらないですということになっていきます はい、えー、そして共有者ができることとしては保存、えー、これは不法占拠者への妨害排除請求これがよく一番出ますねこれは各共有者が単独ですることができますで先ほども言いましたけれどもこれね 例えばどっかの誰かわかんない人が使ってるって言ったら、えー、ちょっと私たちが使うからその車は渡してって言えます。でもねここの例だと、えー、共有者の一人だから無理です。これが不法占拠者だと普通に言えますということですよね。はいでね。例えばじゃあ車をね、えー、その不法占拠者がずっと使ってましたと。 ね、で実はねそれでなんかたまに買い物とかにも行っちゃってましたとかねえいやーなんか、ね、いろいろ中の、ねえー、ものとか使っちゃいましたとかになったらまあやっぱりそれ損害賠償ってことになりますよね。はい、で損害賠償になるんですけどもここ気をつけてください。 自分分の持ち分を超えて請求することはできませんつまりどういうことか、えー、ここで言うならば例えば、ね、全く分かんない誰か「D っていう人がですよ「えー、D とかいう人が、はいえー、この車、ね、使っていましたって言った時にじゃあ A はその「D さんに対して損害賠償請求できますどのぐらい、うん、全体の3分の1の額までっていうことになります。 はい、えー、ですので、えー、これは、あのー、ちょっと押さえておいていただきたいことになりますので、損害賠償を求める場合は、事故の持ち分を超えて請求することができません。はい。それから、利用改良、えー。こちらに関しては、賃貸借契約の解除とかですね。これ、持ち分の価格の関数です。はい。えー、変更処分。まあ、売却したりする場合ですね。これは全員の同意が必要だっていうことになるんですけども、うん。ちょっと考えてみてください。さっき、 共有者が事故の持ち分を処分するのは単独でできるって言いますよね。それに対して見てください。変更処分とかに売却って書いてありますね。全員の同意が必要えー、これはどういうことなんですかって話なんですけどそれが150ページです。いきます。あの売るって言った時にはちょっと気をつけてください。何を売ろうとしているのか。そう。例えば ABC3 人でこのビルを持っていましたって言った時に例えば C がですね自分の持ち分を売ります。 これ単独で OK です。自分の持ち分の売却は単独で OK ですよね。それに対して、共有物そのものを売ります。これは全員の同意が必要です。これは A も B も C も、えーね、OK だよっていうふうに言ってくれないと、はいえーね、共有物の売却はできません。えー、そこは気をつけておいてください。はい。さあ、それから次でする5番、分割のところです。で、基本民法って共有嫌いです。 えー、民法共有嫌いなのでなるべく共有はやめてほしいなっていう風うに思ってるわけですよなので、えー、共有は争いを招くことが多いのでなるべく共有関係は解消してもらいたいと民法では考えてますそのため基本的にいつでも自由に共有関係解消することができます、えー、基本いつでも OK ですただ 5年を超えない期間内なら共有物を分割しないという特約をすることも有効です。えー、5年を超えない期間内であれば大丈夫です。はい。えー、よろしいでしょうかね。はい。まあ、更新することも OK なんですけども、それも、えー、5年を超えない期間内ねってことになります。はい、えー。そして6番目、競技が整わない場合とはあります。ん例えば ね、共有物をねありましたとでも共有やめようよっていうふうになりましたそしたらどうなるんですかと話の師匠はいえー、いや例えばですよ 土地ならいいじゃないですか土地ならね、えー、3人で持ってました土地を持ってましたって言っても、ね、じゃあ共有やめないって言ったらその土地3等分にすればいいだけの話じゃないですか。えー、ということなんで、まあ、そんなに揉めないとは思いますけれども例えばこれどうですか、えー、3人で車持ってましたって言った時に、ねえー、じゃあ分割請求しましょうかって言った時に車3等分にするわけにはいかないでしょ、えーね、私真ん中の座席シートだけもらいましたとか言われても何にも嬉しくないわけじゃないですか。ということになりますので当然のことながら、えー、これ。 分割できないってことになります。そうしたらどうなるんですか？ってことです。そう、もう最終的には裁判所の力を借りましょうってことになります。で、やり方としてですね。まあ2つ代表的なものがあります。まず1つ目共有物を誰か1人のもの。にし つまり ABC3 人のものだったんだけど裁判所がね、えー、A さんあなたのものにしますって言って A さんのものにしちゃうんですその代わり A さん、えー、この土地はあなたのものですと、えー、その代わり B さんと C さんにちゃんとお金を払ってくださいねこういう感じでまあ均等で割ろうとする場合がありますそれから2つ目としては ねえー、この共有物そのものを競売にかけてお金に変えますそうしたらお金を3等分できるじゃないですか、えー、なのでそのお金を3等分していきますまあこういうやり方をすることもありますまあこの2つのやり方があるんだっていうところは押さえておいてくださいよろしいでしょうかはいさあ、えー、それではですね、えー、今回はこの辺にて終了したいと思いますまた次回の動画で、えー、お会いしましょうそれでは皆さんお疲れ様でした